皆さん、こんにちは。ミオです。ミャンマー、今日はミャンマーで天気が悪いって、ネットも悪いです。だから、ミオの声があまり聞こえませんから、気にしないでください。すみません。今日は N1000 レベルの文章の25選です。皆さん、ぜひ最後まで見てください。ミオと一緒に頑張りましょう。日本人の発想を聞いて、皆さんの日本語を上手になると思います。じゃあ、ラジオを始めましょう。ミュは、この動画で英語を1回、日本人は日本語を1回、その後ミュは日本人を1回、話します。読みます。皆さん、ぜひぜひ最後まで見てください。漢字もたくさんありますから、漢字の勉強もできません。できます。はい、レッスンを始めましょう。That person is my friend. その人は私の友人です。その人は私の友人です。Please read the newspaper every day. 新聞を毎日読んでください。新聞を毎日読んでください。Learning English is difficult. 英語の学習は難しい。英語学習は難しい。My hobby is reading. 私の趣味は読書です。私の趣味は読書です。I love people. 私は牛丼が大好きです。私は牛丼が大好きです。Please count accurately. 正確に数えてください。正確に数えてください。Please confirm the usage amount. ご利用金額をご確認ください。ご料金額をご了承ください。ご確認ください。ご確認ください。ご確認ください。Click here to change your registration information. 登録情報の変更はこちらです。先生、登もう一録度お願い情しま報。す。登録情報の変化はこちらです。変更は。変更はこちらです。I'm not going out on the town today. 今日は街に出かけません。今日は街に出かけません。Is a day of self-restraint in the neighborhood? 近場で自粛の一日です。近場で自粛の一日です。There is a rally around Monas today. 今日はモナス周辺でラリーがあります。今日はモナス周辺で売りがあります。ラリー。ラリー。I didn't notice when I came this morning. 今朝来るときは気づきませんでした。今朝来るときは気づきませんでした。気づきませんでした。気づきませんでした。
Is it because there are many tourists? 観光客が多いからでしょうか？観光客が多いからでしょうか? I can read because I'm illiterate. 門もだから読めません。盲文だから読めません。門も。盲文だから読めません。Lunch is only vegetables and fish. 昼食は野菜と魚だけです。夕食は野菜と魚だけです。My sim is not working well. SIM の調子がよくありません。SIM の調子が良くありません。It is difficult to remember if there are many corridors. 字数が多いと覚えにくい。字数が多いと覚えにくい。When I was relieved, I was hungry. 安心したらお腹が空いた。安心したらお腹が空いた。We will practice exercise early in the morning. 早朝から練習します。早朝から練習します。No harmful materials has been released. 有害な物質は出していません。有害な物質は出していません。It is important for you to have an independence. 自立心を持つことが大切です。自立心を It is 自信を持って持つ持こつとが。ことが大切です。He is in another room. 彼は別の部屋にいます。彼は別の部屋にいます。A daughter is a head job. 医者は大変な仕事です。医者は大変な仕事です。There is the adjustment of the municipality. それは市町村の判断です。それは市長上の判断です。カド was born in Japan. 稼働は日本で生まれました。カドは日本で生まれました。I will do what I say. 私は有言実行します。私は有言実行します。はい、今日のレッスンはここで終わりです。皆さん、今日のエンジェルの文章25さんはどうですか?楽しかったですか?よく勉強しましたか?ミウはよく勉強しました。皆さんも、話してください。知らない漢字もたくさんありますから、辞書で探してみてください。じゃあ、最後まで見てくれてありがとうございました。皆さん、じゃあね。